青木 の足も警戒ですね、はい、足を警戒しながら先ほどヒットを打っている角中ですからね、はい、うん、バッテリーは考えること山ほどですよ。ストレート中心の配球ということになるんでしょうか。うん、そうなれば角中の思うつぼにもなりますしね。ワンアウトランナー一塁、初球入っています。狭い状況ドームとはいえフェンスに近いところで守っています。でライト、これはどうでしょうか。割れました。角中タイムリーヒット、マリーンズ先制。宇宙間真っ二つじゃ当然帰ってきますよね。角中今シーズン50打点目、2打席連続ヒットになっています。今度はタイムリーヒット、ナイスバッティングですね。追い込まれた後でもやっぱり1打席目 の、 あのレフト前のヒットで気分よくバッターボックス入れてますね、はい。まあ、そう考えますと本当にあのピッチャーというのは1打順目というのをしっかり押さえておくとその後引きずってくれるバッターもいるという部分なんですかね。そうなんですよ。だから立ち上がり一回り目の勝負、はい、すごく印象付けるピッチングといった意味でよく強い球を選択する、はい、僕もよくあの解説でコメントさせてもらうんですけども、はい、あの本当速い球を持っているピッチャーは一回り目には強い球をやっぱ並べてきますよね、はい。まあ、そのあたり今アメリカであのまあ登板こそありませんがダルビッシュや、はいはい、最近2桁勝った田中将大、うん、ファイターズでいうと大谷翔平あたりがそういうピッチングできますね。なるほどね。